WP ノーエスケープへようこそ。まずはですね、現物ですね、実際のデモを見てみましょう。はい、このページから立ち去ろうとします。はい、するとですね、このようにですね、メッセージが出ます。はい、そして、まあ通常はですね、こういうポップアップを設置するページっていうのは、まあ何らかのオファーをしているという、まあセールスですね。はい、そういったページに設置 するものなんですけれども、まあここで、もしこのページに留まればですね、何らかのプレゼントをするよと。なので次のポップアップで、ここに残るを選択してくださいよと。そういったメッセージを、まあ、ここに入れると。お好きなメッセージを入れることができますけれども、ここでですね、OK をまず押しますね。するとですね、もう、背景のページはですね、事前にあなたが設定したページへもリダイレクトします。まあ、通常はですね、このページはオプトインですね。はい、何も買わずにあなたのセールスレターをから出て行ってしまった人、その人にリストを登録してもらうと、まあ、そういったページですね。まあ、デモでは白紙になってますけれども、でこのページを離れるってやるとですね、自分が行こうとしたページへ向かうと、とどまるっていうふうに、クリックすればですね、あなたのページがそのまま出ると、そういった具合になっております。ではですね、アドミンエリアですね。じゃあどういうふうにして今の2つのですね、ポップアップですね、これを作成するのかと。そして設置するのかと、そういった点についてお話をしたいと思うんですけれども、まずですね、インストールが終わった後に左側のナビゲーションバーを見ていただきたいんですが、ここに WP のエスケープとあります。これをクリックします。はい、もうこれだけなんですね。ものすごくシンプルです。まあ、インターフェースは英語になっておりますけれども、まず Add New っていうのが新規追加、 Active っていうのがですね、もう今2つサンプル作ってあるんですけれども、まあ実際にあなたが作ったものがここにリスト化されていくと。はい、そしてですね、プルダウンメニューが2つあります。左側がですね、あなたのワードプレスのページです。ページを指定すると。はい、そして右側はですね、あなたの投稿した記事をここで、選択すると。まあ、投稿した記事のページにですね、今の発砲をつけるっていうのはあまり、ないケースだと思うんですけれども、通常はやっぱりページになってくると思うんですけども、まあ、ここで選択するよと。そしてですね、例えばテストというページを選びましたと。そういった場合ですね、こんな感じになります。はい。最初のポップアップアラートっていうところがあるんですけども、ここが最初のボタンですね。はい。そして、次がポップアップコンファーメーションメッセージ、ポップアップの確認メッセージと。まあ、ここでですね、とどまるよ、もしくは出てくよっていう2つのボタンがあるポップアップを思い出してほしいんですけれども、そこへのメッセージです。もちろん日本語は、ちゃんと表示されます。そしてですね、あなたがリダイレクトした URL を最後に指定します。まあ、ここがですね、先ほど申し上げたスクイーズページですね。あなたのオファーを受けずにですね、どっか行ってしまう人、そういった 人をですね、呼び止めてですね、まあ、メールアドレス、名前を登録してよと。はい、そういったページになっていきます。そしてセーブチェンジ、保存、変更保存、これで、まあ、保存されるんですけれども、はい、ここで緑色にですね、これらの変更は、保存されましたと、いうふうになります。はい。そして、また、トップメニューに戻りたいときには、左側へ行って、WP のエスケープをクリックしていただくと。はい。まあ、もうすでに作ってあるものを見てみましょう。ここですね。はい。ちょっと見ていただきたいんですけど、WP のエスケープ is active, inactive, on test 2。このテスト2においてアクティブだよと、有効化されているよ、もしくは無効化されているよ、ここで切り替えもできます。この文面がですね、先ほど私がデモで発行させたポップアップの文言になります。はい、このようにですね、なんかコードを貼り付けるとかそういうことは全く必要ありません。ここでですね、設定をして保存をするだけですね。そうすると、もうあなたの指定したページ、もしくは投稿記事ですね、そのページにですね、自動発砲が連続して2回起きると。はい、こういったシンプルな作りになっておりますので、全くそのプログラミングのスキルとか知識がなくてもですね、誰でも簡単に設置することができます。はい、ありがとうございました。